こんばんばは思い出のの一文文字字を形ににコンセプトに活動しておりますす長澤翼です本日は「文章を書く姿勢」というタイトルでお話ししたいと思います。えー、文章を書く出発点として大切なことそれは書きたいことを書くということですね。文章を書くということは人間が言葉を使って行う表現の一つですね。文章を書くという行為を絵を描くようにダンスをするように歌を歌うように。 スポーツをするようにという視点で文章を書くということはどういうことかを考えていきたいと思います覚えて能動的に文章を書くためにはまずメモを取りますその際には自由な姿勢でメモを取ることが重要です文章を書く上で時間や労力がそれなりにかかりますその時に役立つのがメモメモが大切なのは、えー、もうご承知だと思いますので細かい説明を省きます 建築ででの基礎工事並みに重要と言えるでしょう。そしてそのメモから地図を作るというところでしてメモを取った後はそのメモを少し上から見るような感じで流れを把握して地図を作りますそうするとここの情報は使えるなとかこことここは結びつくんだなという感じでメモの段階では見えなかったものが見えてきますそれをまとめていくといくつかの大陸に分けることで簡易地図ができるんですね そしてその次には作った地図に肉付けをするある程度一つにまとまった大陸をまた少し上から見るような感じで今度はその文章に関連情報などの文章に肉付けを元にあの肉付けをしていきます一つの大陸の中に県や州を作っていく感覚ですかねまあ、ここであの自分の反論なども考えながら論理的に文章を整えて説得力をつけることができたら文章を書くための地図ができたと言っても良いでしょう 下書ききをその後に書きます。用意をしたメモと地図をもとに多少の誤字脱字は気にせずにスピードを充実して、えー、自分のリズムを感じながら一息,息で仕上げましょう、えー。対話性を、ただ、えー、今度はです、ね、その下書きの中に対話性を組み込むとより、えー、文章は生きてきまして人間は1人で考え事をしていても頭の中は結構対話状態になっていることが多いようです。 これはなぜこうなっているのかとか、あれは一体何だろうとか、問いかけから始まっている頭の中のあれですね。お笑い芸人で言うなら、一人でツッコミとボケを担当しているようなピン芸人のことですね。対話性は記憶にも残りやすく、文章によって何か伝えるという意味では非常に有用です。 そして下書きから始まる再出発というところなんですが、まあ、ここまでの工程を終えたら一旦休んで今度は先入観や感情を省いて俯瞰しながら全体的に目を通してみましょうここは分かりづらいからもう少し分かりやすくしようここはしつこいから削ろう説明が足りないから付け加えようこの部分を強調するにはどう表現したらよいかなどを納得のいくまで書き直してみましょう基準は自分が分かりやすい文章 えー、腑に落ちる文章ですね文章力を上げるためのコツは読み直し書き直すことですね1回で表に出せる文章を書ける人はジャーナリストや作家というプロでもなかなかいないですそして文章がうまい人とは自分が納得するまで読み直し書き直しができる人ですねはいということで、えー、今回は文章を書く姿勢ということで文章を書く上での基本的なところをお話ししましたではまた